こんにちは、速稼塾の久保です。ポイントサイトのモッピーというものがあります。まあ、いろんなね、アンケート答えたりとか、まあ、あらゆる 無料の申し込みをしたり、さまざまなものがあるんですけども、そういうふうな作業をすることによって報酬が5000円、1万円と積み上がっていくんですね。まあ、私の好きなのは暗号通貨の取引所を開設するもので、数千円もらったりね、1万円前後いただいたりとするものでございます。そしてですね、もう一つはですね、不動産ズームセミナーですね。まあ、東京都心の中古物件、こちらの、ご案内を受けて、まあ、その後ね、第2回目、第3回目のご案内を受けるとセールスが来るわけなんですけども、そういうふうな投資の勉強をすることによって、大体1時間ぐらいのセミナーで、1万円とかね、2万円とかっていうものがいただけるっていう形でございます。通常不動産投資セミナーって参加する方が3000とか5000という入場料を払うんですけども、今の時代不動産って本当にね、人気といいますか、売りにくいものもあったり、ブームだったりするんでしょうね。セールスする不動産会社の方がお金を払うから、まずは話を聞いてくださいという形になっております。まあ、そういった形でね、私もお金をいただきながら、セミナーの勉強、不動産の勉強をさせていただくわけなんですけども、結構ね、いい物件が揃っていて、本気で買おうかなとか思っちゃうぐらいなんですよ。だいたい2000万とか3000万のワンルームマンション、都心のですね、御徒町ですとか上野とか、ああいったところのマンションのご案内をいただいて、で、まあ、これはね、セミナー受けたから必ず契約しなくてはいけないってわけではないんですけども、まあ、勉強して、で、ポイントをいただいて、まあ、そこからですね、どうするかはもうあなた次第って形なんですけども、今日はね、そちらの方を少しお話ししようかと思います。じゃあ、画面を切り替えていきますね。はい、ここにね、モッピーの、ちなみに私、右上の方に、10万飛んで5000飛んで81円になってますね。そして、不動産投資セミナー。ボーンとね、2万3000ポイントって出てますよね。見てください。セミナー参加で2万3000ですよ。1時間ぐらいのズームセミナーを受けるだけです。まあ1時間半のところもありますけども、私の場合は今のところ1時間のばかりでしたね。じゃあここをちょっとクリックしてみますね。はい。予定反映は30分以内なんで結構早いですね。確定はだいたい60日前後なんで、その間に、セミナーを受けるということでございます。というのがね、これポイントゲッターってあるじゃないですか。申し込んだ後でだいたいね、2週間以内にセミナー自体は受けれるんですよ。場合によっては1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよね。お互いの日程合わせないといけないですから。まあ、それから第2回目のセミナーが受けるかどうかってことがありますけども、2回目はね、特に受ける必要はないんですけども、興味があったら受けていただいて、まあ、大体1回目で確定するのが2ヶ月目ということかなと思います。セミナー自体は1ヶ月以内ぐらいにお互い調整して受けていただいて、そして1ヶ月後に確定がするってことですよね。はい、動画でも紹介されてますね。はい、でポイント獲得条件もここ出てますんで見ていただければと思います。プロパティエージェントっていう会社なんですね。まあ、いたずらとかね、すっぽかしはやめてくださいねってことですね。私一回ね、すっぽかしそうになって30分ぐらいついて電話がかかってきたことがあったんですよ。で、慌ててログインしたんですけども、心よく、途中から参加させていただきました。大体ね、基本的にはマンツーマンなんですよね。で、新型コロナウイルスの拡大に鑑みって書いてますよね。ですんで、このセミナーは受ければ OK ってことですね。だから難しくないでしょ、受けるだけですから。なんか資格がいるものでもないですね。ポイントゲットちょっとクリックしてみます。そうすると、こちらのプロパティエージェントって会社の公式サイトが出るわけなんですよ。だから検索でここから申し込んだ方には、モッピーからのポイントはいただけないっていうことですよね。こっちね。何らかの理由で通信が切断され、その後再開ができなかった場合は、成果対象外。事前に合意したセミナー開始時間に連絡し、応答がなかった場合、要するにすっぽかしですね。これもダメと。あと、セミナー参加時に、お勤め先を確認できない場合ですよね。名刺の情報、ファイル画像などでお送りいただきます。まあ、ですので、無職の方はダメですよね、やっぱりね。収入があるような仕事をされていて、まあ、名刺がある方ですよね。だから名刺のない仕事をされている方は、今回ちょっとダメなんじゃないかなと思いますね。名刺が必要ですね。だから名刺のない仕事ってなんだろうな。例えば、アルバイトをしていると名刺は多分いただけないと思うんで、まあ基本的には正社員とかって形ですかね。ということですね。はい、一定の縛りはあるものの、この不動産セミナーっていうのはね、2万3万みたいなのが続出してますんで、で結構ね、利益出てるんですよ。で、
在宅ワークとかフリーランスされてる方は名刺がないんで、個人事業主としての名刺を作るぐらいしか方法がないかなと思います。まあどちらにしてもね、個人事業主の方でも名刺は作られてると思いますんで、その名刺を持って、まあセミナーを受けていただければいいんじゃないかなと思います。私の場合ね、今のところ名刺を要求されたことはないんですよ。一応事前に名刺は用意することって書いてあるのが多かったんで、名刺はいつもね用意してるんですけども、私の肩書きはね、なんと隠居ですからね、この名刺で大丈夫かなと思ったんですけども、裏側にはね、一応私の経営してる会社3社あるんですけども、そちらの方の代表員がありますけどもね、まああと公的資料を見てみれば、私が会社の役員であることは明確になってますんで、まあその辺は特に瑕疵はないかなと思います。問題はですね、嘘をついてこういうセミナーを受けてはいけないってことなんですよね。まあその他モッピーにはいろんな案件があってね、稼ぐこと結構ね簡単にできますんで、まあまずはやってみてください。初月で5万とか10万っていうのはまあ狙えるんですよ。案件がなくなっていくとね、ちょっとなかなか苦しくなってきます。だいたい半年とか1年経つと案件は減ってくるんで、追加案件を探すっていう作業になってくるのと、あとはね、その頃になると他のポイントサイトにも興味が出てくると思うんで、他のポイントサイトとか、あと A8 ネットみたいなセルフバックサイトみたいな、そういったところに手を伸ばしていって、関わる ASP をどんどん増やしていけばいいんじゃないかなと思います。私は最大値で40の ASP に登録して、毎日のようにねこの自己アフィリエイトってやつをやらせてもらいましたけどね。それじゃあ動画概要欄にモッピーの URL つけておきますんで、ご参加してみてください。ではいってらっしゃい。